はいみなさんこんばんは安本ひろですアーカイブ限定のおまけ行き込みパートを取っております本日もゲストセールスマン若手のねフレッシュなやつが来てくれてますんで楽しみにしててくださいその前にメール神尾さんキャンプ用品で普段使いできる最強アイテムはありますかいっぱいありますよ一番はでもマルチグリドルと言われるあのプレートですね何にも張り付かねえしあのサイズ俺大きいのとちっちゃいのどっちも買ったんですけどちっちゃいのでお肉ベイベイベイって焼いてそれをもうその皿それをまあまあ、あの何 鍋ひしてその上にペイってリビングのテーブルの上に置いておつまみとしてパッパッ食いながら酒飲んだりもしますしでおっきいやつはおっきいやつちょっとこう何つうんですかねお鍋底みたいになってるんですよ下がちょっと湾曲してるんですけどそれで中心に油が行くようにもう何サムギョプサルも作ることもできますしお肉やっても何だって何だったらちょっとした煮物とかすき焼きとかもできちゃうなくても全くこびりつかないんですよまあ便利そして軽いだがもうマルチグリドル私は一押しでございます僕も普段使いめ 値段はそんなバカ安いわけではないけどバカ高くもないです1万はしたっけなちょっと最近覚えてねえけどでもそんなギャーってほど高くはないですですよねだからもし、ね、気になる方でキャンプ行かれる方でもいいし家ふだ使いでもいいですけど全然ね僕はめっちゃ使ってるんでぜひおすすめしたいですねマルチグリルですパチモンもありますから気をつけてくださいちゃんと本物買ってください <laughs> それでは月刊プレゼンツ安本浩喜の我々ルセールスマン各国仮本編をお楽しみください 月経館プレゼンツ安本浩樹の笑われるセールスマンカッコカ 皆さんこんばんばは安本ひろきです、えー、この番組は話題のアニメやゲーム声優特撮に関するさまざまな情報トピックスを紹介したり関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながらさまざまな i ジ g コンテンツの魅力情報を伝えていくトークバラエティー番組でございます今回もバーン大斗くんが来てくれておりますもうね先週もいろいろお話ししたんだけど今日もいっぱい話しそうなんでもういっちゃいますでは最後までお付き合いお願いしますこの番組は「m ジスタ 月経館の提供でお送りします月経館プレゼンス安本博之の笑われるセールスマンカッコカリ 皆さんこんばんは安本戸裕樹ですそして今回のゲストセルスマンは先週に引き続きこちらの方た。皆さんこんばんはバンタイトですはい今日もお願いしますお願いしますさあさあさあまずは今週も月間ザッショっとで頑張っていきましょうやったー先週ちょっと流れでやっちゃったちゃんと言っておきましょういやこれ最高の瞬間ですね音がいいんでねじゃ本日もお願いしますお願いしますはいおいしい今日はザッショット鮮やか重心10枚を手にトークしていきましょうはい ここで月経会よりリキャップできて手に取りやすい少量サイズ日本酒が好きな人も普段から飲まない人も気軽に楽しむことができる日本酒ザシャッとの紹介です中でも今週はシリーズ全4種のうちの1つ赤のラベルの鮮やか樹脂10枚をご紹介こちらは南国フルーツを思わせる甘酸っぱい香りと爽やかな酸味ととろりとした濃厚な甘みが特徴の日本酒ですここからミニコーナーはアラセルザクッション月経会ザシャッとの気軽に日本酒というテーマにちなんで質問にお答えいただきたいと思いますそうねいろいろあるけど、うんはい、お酒をね,ね結構飲むと聞いたけど はい、じゃお酒の席で楽しかったエピソードってありますかね。なんかこうお酒を飲んで嬉しそうにしてる人の顔を見るのがすごい好きでなんかこう それこそあのー、今も安本さんの笑顔見れてよかったなってあれやばいやばい。<laughs> 大変だ大変だ。ええええなんか本当に何か僕自身がやっぱこうちょっとこう <laughs> コミュニケーション苦手なところも自分自身であるので。あそうなの。そうなんです。こうやってなんかお酒で僕がこうし勝手に舌が回るようになってみんなが楽しんでくれてるっていうのがすっごい嬉しいですね。なるほどね。うん、バイトって何してた？僕はずっとゲームセンターで入っ 働いてました。じゃあマシちょっと喋んでな。何を言ってるんですか。銀貨のつまりつあのメダルのつまりとか直すだけじゃないの。いらっしゃいませんは誰より上手に言えてましたよ。何かお手伝いできることはございますかってい百円玉のつまりとか直してたんでしょ。直しました。リジェクターを交換しちゃって。でどうぞどうぞでピンピンピンで二三枚入れてあげたいクレジット入れてあげです。クレーンゲームあの手直しをしたりね。僕だからクレーンゲーム結構上手なんです。なるほど。なるほど。ちょっとそういうところもね今日今日いろいろ知っていけたらいいなと思うんでね。はい。まあその話も今日。 ていくんですか。その前に今回のセールスバン君なんと超エンドチプラスラジオが始まっとると。はい。どんな番組をやったんですかと。はい。こちらがですね大塚武夫君とやらせていただいている番組でして、大塚武夫とバンタイトのアンドーナツという二人のラジオ番組となっております。これねちょっとまあ収録自体があのこの今今日俺たちが撮っているのよりちょっと後に撮んでね。そう。つまりまだ撮ってないんえっと明日です。この今我々が撮ってる収録の翌日。明日です。 <laughs> <laughs> だから<う>どんななるかわかんないか分からないんですよ <laughs> <laughs> 大塚君と喋る、はい、普段 僕は結構喋ったりしてそれこそ初めてあの劇場作品でオムニバス形式の作品でご一緒それぞれの作品の主役をやらせていただいたのが大塚君と初めましてのところでそこであの初めて一緒に、あのー、あれか韓国料理を食べに行った記憶が今でも覚えててこれ大塚君とまあ現場でももちろん何べんか、ねはい、会ってるけども、うん、なんか昔イベントごとみたいなでちょろっと会ったことあるけどうん、うん、寡黙なイメージがあるのよ。あ クールっていう言葉がすごいあのすごいかっこいいなんて言うんだろうなでもめちゃめちゃ人のことをしっかり見てるし思ったこともちゃんと言ってあげるしあのすごい人の気持ちをおもんぱかれる人だなっていうのはありますね。 どんなラジオになってんだろうねこれが流れる頃にはもう流れてんだろうけどからそうですねどんなになってんだろうね全く想像がつかないよちょっとと学反応起こると思いますよなので僕がほら割とこうベラ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 しゃべるタイプの人間ではあるのであのひょっとしたら僕一人のラジオみたいになってるかもしれないどうやって大塚君にしゃべっていただくかもやんなきゃ <laughs> そうですよ、うん、それも大事ですよねだってマン君はサービス精神があるから勝手にしゃべっちゃうから <laughs> 勝手にしゃべっちゃう人は相手にも何とかしゃべらせ 動かせる方向に次シフトしていけば完璧なんですよ<ー>そうするとうわいいんですかレベルアップしちゃう俺今日だから何をどうやって喋喋らす何ゃりたい、えー、じゃあ,じゃあせっかくだから <laughs> ほら、うん、もう。 この,この放送の後に撮るのでなんかここで安本さんからも案もらっておきたいなっていうこれ振ったらいいんじゃないみたいな、えー、いやもう初手はもう「ご趣味は明るい、はい」じゃあそれね「天気いいですね」と同じぐらいやばいやつですよ。<laughs> んくんって趣味って言われると「何なるのとか <laughs> ゲーム好き」って言ってましたでもあ本当、うん、テレビゲーム好きって言ってましたね。ーえ僕ははゲーム死ぬほどやってましたお あ、そう、ゲーセンで働いたもの。そう,ね、そうなんです。ゲーセンで働いたお金をゲームセンターに還元するという作業をやっていました。あのもう、そこで回ってない。<laughs> そうです。あの、本当にオンラインゲームで、あの、全国大会の壇上に立つぐらいまでやってました。うんうんうん、ええー、すごい。やってました。一番やっとったの、は何どうも、あの、稼働してないんですけど、うん、ガンスリンガーストラトス。ああ、ガンスト。そうです。<laughs> <laughs> あの、あれで、あの、やらせていただいてて。なんなら、この業界入る前にやってたんですけど、うんうん、そこであの。 上田かなさんねだってあのもう男性のボスだっすよあの人は <laughs> がやられてたので、うん、そこであのやっ一有名プレイヤーとしてあの。 俺スクエニのラジオやってる時あれ特集とかして俺<お>梅原さんとかで一緒にやったりしてる<ー> <laughs> その時もうもう女帝でしたよ上田さんはいや,もうやっぱすごかった、ね、プロゲーマーたちは従えて <laughs> そ,<う>そこに真っ向勝負してたんだ、ね、なんもだからマッチングするために「お来たな」って,って <laughs> マジかすげえで業界入って現場で初めて「ああの時一緒にプレイしてた何やねって言ったら「 思ったより早く生えたねって言ってくださってっい <laughs> さすが女帝 <laughs> <laughs> と思って、すごいそういう記憶がありますね。ガンスリーガストラドスはね、あの大型筐体で二丁拳銃みたいなのがあるんだけど。一本にドッキングさせる銃にもなったりとか、中二心をくすぐる。んですよスナイパーライフルになされちゃうんですよね。あれもね、楽しいゲーム。でしね嬉いガンスとか、なるほど、そっちの話しちゃったよ。大塚クソラジオの話。そうですよ。そうだ、そうだ、何をだから話させようっていう。大塚君が好きなゲームを聞くをまず。あ、確かに、それはマストですね。で、一緒にできそうなオンラインゲームだったら、やってみよう。 確かにオンラインゲーム僕結構やって,たやってるので割とこう何でも柔軟にいける感じはありますねどうする今流行りのスイカゲームしかやってないっつったひたすらさくらんぼをいちごにしいちごをぶどうにしぶどうをポンカンにし一回じゃあ対戦できるあの動物を積み上げるゲームに戻ろうかって <laughs> <laughs> ちょっと一回それで対戦しようって言ってそうね,そうねコミュニケーションですよ、ね、まず <laughs> どうする初回の収録の後ご飯とか誘ってみるの、はい お、そのままで、結構行くんですよ、僕大塚君。そう、あの一緒になった時とかは、飲みに行ったりして。大塚んも飲むんだ。あ、そうなんだ。結構やっぱり、僕も大塚んも、あの、真面目な話に、こう、なる、真面目人間なので。でも、それも面白い。ラジオに、この、やのじの、この若手声優さん、ラジオだとしたら。真面目な話は、エッセンスに、取っといた方がいいかもしれない。真面目を軸にしちゃうと、あの、展開がちっちゃくなっちゃうかもしれない。確かに。だから、頑張った方がいいかな。ここで、君の頑張り。 ゲージを使う時が、ここ、これで、ね、しがみつかないといけない。大阪 <laughs> にも頑張りゲージを使ってもらう。<laughs> 使ってもらう。使わせないといけない。全く二人がの、の、ファンのみんなが、想像してないことをやった方がいいと思います。あ、まあ、そうですよね。うん、そうです。せっかく番組でやらせていただくんで、優しい世界だけじゃなく。確かに。 うん、普段こう僕らがあんまり見れないところとかもね、見せていただけたら。いいなじゃ、今、りょ、低周波治療器が両腕についたとか。お互いがスイッチを握り合った状態ですとか。やられたことあるんですか。よく。ああ、へやったことなくて。電流流されがちせよ、なんすごい情報だ。お互いがもう気に入らないこと言って、グって、ゲージ上げて。安本さんも頑張りゲージを使ってるんですね。使いたくねえのに、使わされたんですよ。 使う予定じゃなかった、ちくしょうと思いながら使ったりして。る回復しなきゃって言ってね。そうね、果たして低周波蓄積つけながらやるラジオになるかどうかわかりませんが。ええ、ね、大塚君、頑張ってやっていきたいなと。頑張ります。次第でございます。ええ、新番組大塚ったとど、バンタイトルのアンドーナツこちらをよろしくお願いします。メールもね、どんどん送ってあげてください。さあ、続いて、個人的におすすめのものもセールスしてもらいたいと思います。アンケートを書いてもらいました。真面目だね、九項目あって、九項目全部書く人なんて。最近いなかった。よちょっと待ってください。それ、マジですか。全然いねえよ。四とかが。 <laughs> それはそれはどうなの <laughs> ちゃんとだってやらないと。何も,何もないっつって4とかで。<laughs> <laughs> ちゃんとそれはやりります頑張ゲージ使う人だからで書いてくださったものはダーツクライミング免許ナイトキャップヒョウモントカゲもどき服グミウォーターサーバーメキシコメキうんどれも気になるんだが一番最初に書いてるってことです10年前にちょっとやってたんですけどつい最近またやる機会があって最近のダーツ台おもろいっしょいやちょっと僕ダーツライブ2の時代の人間だったんですけど スリーになってるって。しかもなんかものすげえなんか派手派手だね。全部が一緒みたいになってる。そうそうそうね。ああそれもありますね。だから一緒と俺。面白いと思って今もう家にも作っちゃいました。マジか。オンライン繋いでるの？繋げます。マジかすごい。だからあの家でずっともういるときは投げてるんで毎日5時間ぐらい投げてますね。 面白いです。あもうまあ僕深いからね。深いです。あ、やられたことあります。昔はなんかね、異常にね、なんか第何期自ダーツブームみたいなのがあったんで、十十<ー>年ちょい前ぐらいかな。うわー、すごいそ。その時は業界みんなマイダーツ持ってたよ。ーえー。 そうなんだ、うん、じゃあみんなさんお誘いしなきゃ俺はなんか前だとなんか流れで買ってみたけどなんか安本はタワー系だからってなんかけですっげえ重たいのにさ今でもね多分僕も驚いたんですけどもっと多分重くなってるかもしれないです重いの2が流行りな2グラムええ重たい重いんですよ えそんなことあったんだえ行きたいですね安本さんとめっちゃやっててむっとみん異常にやっててなんかねなんでだろうってぐらいやってただから教え楽終わりとかで行ける感覚のものですよねあったあったあったそれでみんなであのヨーギとか新宿会話のスタジオの時終わったと飯食ってその後ちょっとやるつってやったりしてうわ最高ですね結構あったわいいなまた来てほしいブームダーツブームまずっと も高級的にあるんじゃないですか。本大塚くんはダーツに誘いなそう僕ずっと行ってるんですよ。やって組んでダーあじゃ無理かもな。ずっと行ってんだね無理かもな。難しいな。ダーツの場にまず連れて行くことからじゃない。確かに。そこのクシキーがちょっと高いですよね。酒の持つってダーツがと連れてっちゃう確かに。あそうかなるほど。勉強になります。そしてまあクライミングこれはなクロフクライミングやってるの。やってます。これも二年半ぐらいずっとやってて。ボルダリングじゃなくて。あボルダリングが。 メインで、あの外の岩にも登りに。フますフリーモやるんだ。ます。ご、マット背負って行きます。ええ、いいね。なんであの懸垂とかもできるようになりましたね。うん。そうなって、そうなってくると、あの、あの、ま、あの、マッチョが許さない、あの、待ってるから。そこまで鍛えたら、こっちの世界へ。じゃ、重くなっちゃうとダメなんですよ。こう絞っていかないといけないんで。ようこそって待ってるから。僕はまだ。ってマッチョの世界へようこそ。奥が深すぎるって。 で多分免許は取ったの取,取りたいんです、まあ、まだ取ってないそうなんですなるほどちょっと欲しいなっていうのはあり、ね、でもクライミングとかだと免許あった方が自分で行けちゃうからねそうなんですよ、うん、だからすごくいずれちょっと早いうちに取りたいなと思いますね,ね忙しくなりすぎる前に取った方がいいかもしれない、うん、車もいいなって思いますね,ねでナイトキャップがかぶってんのかぶるんです、えー、なんか今その人生で初めて髪伸ばしててこれで今一年半ぐらいなんですけどまあケアをしないとボサボサのバキバキになっちゃって はナイトキャップなんてかぶっ論言の時俺もあったけどかぶったことねえやおすすめですよへえでもあのまずやっぱりこの髪の傷むのってこの寝てる時のああ摩擦でつくんでじょ男性女性関係なくめちゃめちゃおすすめですマジか起きて外してそのまま現場で出れるまず, <laughs> まずかぶって寝てるって寝てる最中うんっ取っちゃいそう,う <laughs> それはでもたまにありますねあれないっていうのはあります、うん、取っちゃいそううんおすすめです で、豹紋トカゲモドキも8種類、レオパード結構ですね。はい、さすが、まあ。僕も飼ってましたから。<は>うん、本当ですか？あ、今僕も飼ってて、うん、<う>胸につけてアニエスベイとかやってましたから。わ <laughs> かる。可 <laughs> 愛い,い,いですよねいい。何色、いろんな色いるじゃん。僕はあのー、白に黒のドットのやつで、あのー、結構大きめですね。オスなので。尻尾のあのプニプニ感たまんねんだよな。可愛い,いんですよね。愛嬌もあるんですごいなんか。 爬虫類の中でも、目、瞼もあるのでこう、うね、瞼にして,くれて目も可愛いし、いい表情あるからね。可愛い,いんですよ。ちゃんとコオロギとか飼ってます?。あ、僕のうちのやつは、最初から、あの人工飼料を試したら、食べてくれたので。そうなんだ。そそれで、あ、よかったなってのもあって。まあ、でも、一時そのコオロギとかあげてた時代もありましたね。うん。まあ、ね、あの餌のババランスとかもあるからね。そう,そうなんですよね。生き鋭じゃなきゃダメな子もたまにいたりするしね。うん、まあ、もう命なので、そこはしょうがないんですけど。うんうん、なんであの意外とでも、子宮は低いんだよって、こう。 僕もいい始めて思ったというか、うん、大学の学生の時に、はい、その時付き合ってた彼女と一緒に飼ってたんだけどはい、はい、マジでコオロギのを気を付ける <laughs> ちょっと待ってください そう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 。で、夜中にやってた、思い出しました。ホラー漫画みたいな感じになりますよね。うん、いや、そもそも、その西のネタの、素敵な時代があったんですよ。素敵なだるだ、笑ってるやつ。このまあ、ほかにも、まあ、福組、まあ、この辺は好き。まあ、ウォーターソーバーも、まあ、お家にあるのかな。でも、おすすめです。確かにあると便利だからね。すごい便利です。そして、一番気になってる、これ、メキシコ。はい。なに。これ、実は、僕、メキシコに住んでいた時代があって。あの、中学。 帰国子女なんですよ。か帰国子女なんですよ <laughs> え,メキシコだけえっとあの住んでたのはメキシコだけで,うん、うん、で3年半ぐらい住んでたんですけど<ー>であの本当にまあでも海外にもその時に結構いろいろ行かせていただいたりしてオランダとかすごい面白かったですねえお父さんお母さんのお仕事の関係そうです父の,あの仕事の関係で住んでいたんですけどなんでメキシコ行かれたことありますないいよよ面白いですよお前でほん せセくんが何か言ったんだっけな,<お>な,んなんかちょろっと言ったんだっけな。なんかその観光地がやっぱ海がカリ深いに面してるので、すごくて。ジュンベエザメと泳げるんですよ。わあ、すげえ。野生の。めちゃめちゃでかくて。そうだよね。それを、あの、本当に2時間ぐらいかけて沖に出るので。うもう。真緑の海もう。光が届かない海に。急に1メートル先にもう。めちゃめちゃでかいのが。わ <laughs> 怖くない。怖いんですよ。はい それジンベエじゃなくてやーべえイタチザメだとかって,っての可能性もある <laughs> <laughs> カリブ海だから全然ありえるし、うん、彼らはゆっくり動いてるつもりなんですけど大きいから速くて、うん、なるほどねし条約があってあの触っちゃいけないんですよなるほどねどちもそ,ゃそうだよね野生だからねそうでも多分これ当たったっら 怪我するなっていうぐらいのあれもあってそういう経験もできて本当におすすめですねへ<ー>楽しいです、まあ、歴史的なねところもいっぱいあるしねピラミッドとかもタコスも美味しいんでそうですよ食べ物とあと私テキーラ好きですから、うん、うわもうじゃあ行くしかない、うん、あのタコスって何段々ライム絞っただけ何のうまいの最高なんですよ <laughs> で日本のタコス屋さんが結構ライムなかったりして、はい、な,いないですね待てよなんでだよサルサソースもなかったりしますよね、うん ですし向こうだとタコス10円以下で買えるんで 1, 1>, <え>1枚そうなんですよ10円以下ですよあんなうまいものがあんなうまいものが <laughs> そんなもう戻れなくなるじゃないですか向こうになれちゃうとえでもえ今でもメキシコ料理は好きなの好きですね他にお豆系だよねあとねとうもろこしがやっぱ多くてチリコン缶あれブラジルかあそうですねあとポソレっていうスープとかがあったりあとトルティーヤ つけて食べたりそ、ね、そうですそうでですすとかもあったりして意外,と意外と日本人の口にも合う料理は多い気がしますねうん、うん、特殊な感じでもあるんですけどメキシコ料理屋さんって、まあ、ちょこちょこあるんじゃで、ね、俺好きな場所があって<う>そこに行って普通にまあそこはちゃんとも本格的にやってくれるんだけどそこでなんか知らんテキーラを飲むのが好きで。あー あのテキラーラってあのよくない飲み方みんな,みんなしてるとかしちゃう人いるじゃない <laughs> なんか有名になっちゃいましたよねダメよそんなんじゃねえなんてマジでうめえからち <laughs> ゃんと飲んだだけでうんまこれそう思う 5代やっぱそのカクテルのベースに数えられるやっぱうまみがあるっていうのはもちろん種類によってねそのあの単体で飲むものもあれば、うん、あの何かと一緒にしたほうがうまいものもあったりとかいろいろあるけどもねいいねメキシコかいやマジで面白いですよ本当にほんとてった方がいい,じゃない,いやでも皆さんやっぱりメキシコといえばサボテンソンブレロマリアッチっておっしゃるじゃないですか<ー>東京よりも都会ですからねメキシコし そうですよもう本当にもうビル群の街なのでえだってマフィアとかいそうなイメージ勝手にあるの <laughs> まあまあ結構治安は悪いところは悪いですねうん、うん、でも観光地はそれこそあの死者の,あの死者の日っていう,うん、うん、あの骸骨あこの,手をのお祭りが本当にもう国を挙げて町がもうそれ一色になったりピニアタっていう誕生日に中にお菓子が詰まったこの、うん 紙で作った大きなお人形さんを目隠ししてこう割るお祭りとかがあったりして面白いです。いいなメキシコの文化は全然知らねえないあのお土産でなんか板にこの真ん中にこうって加えてる、はい、ああありますね書いてあるのはもらったことがあるけど、うん、まなんか日本で言うマンダルみたいなもんがあ <laughs> よくあるやつですね、うん、あのあれかあの マヤ文明のやつもらったかっこいいけどなんでもやっぱねピラミッドとか行っていただきたいですね<ー>セノーテとかもあったりすごいやっぱり文化も面白いえまたた行きたいメキシコは行きたいですあ<ー>なんかやっぱ楽しかったなっていう思いがすごいあるので文化あと一番衝撃的な文化が誕生日を向こうは誕生日とあの本人を「おめでとう!」って言って 誕生日ケーキに顔を。 バチャってやるんですよ。パリピ。<laughs> パリピ。それ、おめでとう、バチャって言ったのをみんなで食べるっていう文化。食べるの?。もちろん。もちろん。おもろ。そ,それ日本人感覚じゃないね。ちょっとだから、僕はまだそこにまだ慣れきってなかったんで、あの。顔ついたところはちょっと大丈夫っていうのがあったりして。うん、で面白かったですね。いいね。そういう、やっぱ違うんだよね。な、なんかやっていることとかもね。ね価値観も違うなって思いましたね。う,ねうん。うん、いい経験ができてた。 はい、じゃあメキシコの話もじゃあ大阪にもしてあげてください <laughs>、はい、メールちょっといこうか <laughs> はいじゃあこちら、うん、そのダ,ダーツの話リナヤンさんダーツにはまっている番ン君ですが、はい、はまったら形から入るタイプですかそれとも先にある程度調べるタイプですかとあーとりあえず僕はもう意識揃えまっちゃいますね何でハマったのあなんか 気持ちいいってこう最初だったハウスダーツの,そのプラスチックの赤,、はい、赤とか黄色を見せるのがそ,、ね、<laughs> それが10年前やってた時が友達男子グループとやっててうん、うん。 ちょっっとやぱみんなうまくなるじゃないですかハウスダーツだと悔しくてもう負けず嫌いなのであとかっこいいしマイダーツかっこいいしでちょっと持ってきちゃったマイダーツケースもかっこいいしこだわるんですよ今も持ってきてるんですでも形じゃねえか大事じゃないですかモチベーションあのれはいろんなもん自転車に乗ってるね先輩たちもそうだしいろんなものを言う人に「何買ったらいいですか?」って言われた時に自分が持ちたいもの自分が乗りたいものわかる っていうのはなんか一番正しいと思う確かに直感ですよね、うん、これがいいっていうのはあり見た目かっけーでいいと思うそうそう,そ,うそれですで違ったなでいっぱい使って違ったなで直してばい,いいからねそう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 いい だから正解はないんですよねどっちから入ったらいいっていうのはどっちですか俺は自分が「マイダーツの方がいいよ」って言われて「どうやって選べばいいんですか?」ってダーツショップに先輩に連れて行かれて先輩が勝手に「お前は力があるから重いのだ」っつって「俺が自分を何を試してもなく重いのを渡されてこれだ」っつって「分かりました」っつってインプレッションですらなかったんですねファーストインプレッションですらなかった。前はきっっと重いのだて言われ パワー系の変わら悲しい現実ですね。ね <laughs> 難しいですね。<laughs> でもね、ぜひぜひやっていただきたい皆さんにも。うんうんうん、まあ、でも、だ、どう、お近くに連れて行けるかな。ハードル高いかも。<laughs> 業界だと、誰かと一緒にやったりするの。あ、でも、まだ一緒にやったことは意外となくて。あ、そうなんだ。そうですね。あの。 たまにその飲み会の後とかにちょっと一回やりに行こうみたいなので初めてやるみたいな方とは行ったりするんですけどそういう時のちょっと手加減の具合って難しくないですかなんかこうあまり普段通りやってなんか面白くないってなっちゃっても「01、まあ、やるか」とかによるで、ね、だから最後なんかダブルじゃなきゃ上がんないとかああもちろんもちろんもちろんだから意外と一緒に同じぐらいのレベルでやれる仲間欲しいなと思って。 ありますねでもやっぱ人とやると楽しいですあれも一応ね競技だからねスポーツですからねだってオンライン対戦とか今もすごい簡単にできるじゃんそうすごいですよそれこそ飲み行った時に会ってカメラみたいなのでお互いの姿が見えて手振ったりとかして何やってるのあれって。っいやあれつらがってつないでください」って「マジで?」と思って海外の方とも対戦できるんでもうすごいですね本当によろしくみたいな感じでみんなやってるっつって。 そんなことできちゃうんだと思って本当にだからもうネットワークじゃあ何人か知らない間にバン君とよろしくて手振り合ってる人がいるんだあもう間違いなくやるす <laughs> <laughs> 僕だから僕がコテンパンにやられては <laughs> <laughs> くそうってなってるのが見えてたかもしれないもしねアニメファンの人でダーツをマンしたらもしかしたらバン君とどっかで打ちまかしている可能性があります<は>可能性があるね <laughs> うわでもそれ面白いですねうん,うん いやであみんなと行きたいな。いやなんかね飲み終わりに誘ってみたらもしハマる人もいるかもしれないしね。そうですね。うん、そうやっぱこの最初のワンステップをこう越させる頑張りゲージの消費どころだなとは思いますね。実際やったら面白いからね。そうなんからマジりなりすぎると大変かもしれないけどみんなで遊びに行くの延長性の中で。 生きりてえなと思ったら毎イダッから。間違いない。かっこいいんだ。この人生きりたそうだなっていう人をちょっとショップに連れてこんだけあんだぜって見てくれ上にこのチップだけでもこんなに色とか違う。カスタマイズできるんだぜってこの羽の部分変えちゃよって。くるくる回るやつやりまこれも投げてみ、多分全然違うよって言って。本当だって言うんそういうね世界にみんなを引きずり込んで。頑張ります。はい。皆さんメールありがとうございました。これからお待ちします。はい。 thank you 劇監プレゼ安本ヒロの笑われるセールスマンカッコエンディングの時間ですこの番組では皆様からのお便りをお待ちしておりますおはがきの先は郵便番号一1レゴの8 0 0に文化放送月監プレゼンツ安本博之の笑われるセールスマンカッコまでメールの場合は ws.markgeoqr.net までお願いしますそして番組公式 X も稼働中ですぜひフォローしてください感想はパーストするときは推奨ハッシュタグ笑わせる漢字の笑うにカタカナでセルをつけてくださいまた YouTube2DS チャンネルでのアーカイブ配信もございますディレクターズカット版としてたっぷりお届けしております ますのでチェックしてみてくださいさあというわけでございます。はい、バンクありがとうございましたありがとうございました告知とかしちゃってはいでは告知させていただきます、うん、テレビアニメアンダーニンジャは現在放送中です、うん、放送配信について詳しくは公式サイトをご確認ください、うんえー、そしてですね、えー、10月7日土曜日よりポーション頼みで生き延びますこちらもロランド役で出演させていただいております、はいえー、10月12日よりドクターストーンこちらソユーズ役で引き続き出演させていただいております、はい、続いてイベントの告知です10月8日8日 日曜日の、えー、お隣の天使様にイベントでもダメ人間にされていた件に出演させていただきますはい、はい、イベントのライブ配信もありますので詳しくはテレビアニメの公式サイトをご確認ください、はいえー、そしてですね毎週金曜日24時から文化放送超 A&G+ にて大塚健夫とタイとの「アンドーナッツ」が放送中ですぜひ、はい、こちらもお聞きください、はいはい、どんな作品ね、はい、いろんな作品そしてラジオの方もチェックしてください、はい、お願いいたします,いしますはい番組またね今度遊びに来てくださいね、はい、こちら,のこちらのラジオの方も頑張って盛り上げてください お願いいたします。はい、それではこの番組の終わりとは安本弘樹とバンタイトでした。お疲れ様でした。したこの番組はニジスタ月経刊の提供でお送りしました。